今日のコンサート何が一番良かったですか？見てない人ごめんね。何が一番良かったですか？暑い、冷房入れよう。今買ってきたんだ。山口、めっちゃ近い。え、みちゅのわしづかみにしたの見えた？うわ、いつもやってる。サーフボード？そう、あの曲大好きなんですよね。ペラペラペラオで、サーフボードの好きなところは、まあ、ハルピさんのセンターのところも好きなんですけど、アキちゃんとナーちゃんが一緒の歌りなんですよ、折り面で。そこが結構好きですね。あ、恋はケビ打ちのユミリン、キャピってたよね、可愛かったね。ユニットシャッフルなんかペラペラ良かった。本当、写真撮りそびれた。ドリアン、アリちゃんのセンター可愛かった、マジで。もうアリちゃんだけ、もあそこはもう本当アリちゃんだけ見てて、本当に本当にアリちゃんが可愛すぎてもうメロメロ。アリちゃん本当にドリアン少年で、こうやってウインクしなきゃいけないんだけど、アリちゃんだけできないから今日こうやってやってた。マジで可愛い、メロメロでした。埋めました、アリちゃん埋めました。今日何回も産んだ。ほんまにめっちゃ可愛かった、アリちゃん。みんな可愛かった、みんななんかすごい生き生きして楽しそうで、全力で汗かいて。恋人いない選手権、私も知らなくて、そう、恋人いない選手権が瀬戸りに入ってて、めっちゃびっくりして、この曲なんだと思って調べたら、なんかゲームの曲なんですかね。そう、一番苦労しました、実は恋人いない選手権が、曲を覚えるとこから。だからユリイカと恋人いない選手権私知らなくて、でも曲を覚えるとこから始めたので、そう、大変でした。でもやっぱそういう知らない曲に出会えるのもね、ツアーのいいところですよね。なんかあれはなんか、恋人がフフーって本当はやってすごい盛り上がるらしいんですけど、なんか AKB さんがよくなんかアンコールでやってるらしくて、なんかそれで入ってたらしいんですけど、声出せたらいいのになーって。あ、セントレよかった、それな、センチメンタルトレイン大好きすぎて、私センチメンタルトレイン耐久こうライブでもいいよ、もう2時間ぐらいセンチメンタルトレイン踊り続けてもいい。それは嘘か、それはさすがにやばいけど、センチメンタルトレインマジで好き、ほんまにいいわ、セントレ大好きです。熱っ。ブルーローズからごめんねジュエルは天才でしたね。なんか身長揃えるのって大事だなって、見た目身長揃ってるだけでダンスとか雰囲気も揃って見えるしね。ありえない、いつかブルーローズやりたいな、私もやってみたい、かっこいい曲。ありえない、青いバラ、なんかブルーローズの思い出は、SKE さんの
青春ガールズを見に行った時に杉山愛香さんがめっちゃかっこよくて、もうめっちゃ、うおすげーってなったのが思い出。これ楽しかった、ありがとうございます。マイハも一部出演だったけど、一緒にツアー出てよかったね。結構しんどいらしいからな。ツアーがトントン、でもみんなの笑顔が本当に幸せでした。すごい綺麗なホールでしたね。なんか4回目らしいよ。アイさん、ゴスペラーズさん、あともう一個なんかイベントやってて、で4回目が STU だったらしい。すごいね、おニューのホールで。可愛かった、ありがとうございます。昼が編み込みで夜がポニーテールでした。見やすかった？3回かも、え、3回もあったの？ 2 階の人ありがとうって言ったけど、3階の人ありがとうって言わんかったわ今日。あれ2階だけ、3階があったの？あれは知らなかったな。3階な、あったの？ 1階と2階だけだと思ってたけど、あれは3階っていう認識なんだ。ごめんごめん、こっちから見たら2階にしか見えなかったよ。4階まであるの？そうなんだ。こっちから見たらもうなんていうの、2階か3階かみたいな、じゃあ1階か2階かだったから、あ、2階席が3と4になるんだ。へえ、そっかそっか、そらすまんかったね。2階に見えた。でもこうなってるからきっと見やすかったはず。こっちからも結構まんべんなくペンライトとか見えたし、まあ、高松もねお楽しみに。なんかみんなのメンバーがすっごい楽しんでて、メンバーのテンションが高くて、やっぱメンバーが楽しんでるのが一番いいじゃないですか。ファンの人もさ、楽しい顔を見に来てるわけだから、だから本当に良かったなって思います。すごい今日団結力もめちゃくちゃ、メンバー同士団結力もすごい増したし、さらにね、いい日になりました。え、ステージのセットめちゃくちゃ可愛かったの。なんか海の家みたいにやってるんですけど、一個一個木とかを水色に一個一個手塗りしてくれてて、あれめっちゃ数あるんですけど、すっごいね手間かけて作ってくれてて、そう3回しかツアーしないのもったいない本当に。なんか水色と白と青で塗ってくれてたの。海感じた。ヤシの木登ってないでしょ、まひちゃん。まひちゃんにリップしたいな。ありえない、あ、やっとツアーの曲歌える。青いバラ、あ、まひちゃんツイートしてない。ありえない。
ない青いバラみたいないつかのゆうわ、サマーツアーがトレンドにすると思ったら乃木坂さんだった。あわわわわ、さすがでございます。夏だー、やっと夏を迎えられたもう笑顔でしかない一日でした。福ちゃんいない MC で言われてたローソンの飲み物何？いや私も分かんないんだよね。そう、なんか MC で福ちゃんローソンの飲み物に感動ってなんか言う MC があって、私いないのに私の話してたくれたんですけど、なんかあれ誰がそもそもあの話を持ち込んだのか知らないけど、私ローソンの飲み物なんか感動したっけ？全然覚えてないや。何の話なのか全然分かんなかった。自分そこ着替えてたから聞けてないし。メガサイズのことなのかな。え、そうなのかな。ココア提供らしいよ。なんだろう、メガ？え、全然分かんない。基本的にローソンのことはめちゃくちゃ好きですけどね。なんか私いないのに勝手に滑ったじゃんそれ。え、みんな分かってなかったの？やば。え、私いないのに勝手に私で滑られたってこと？めっちゃおもろいんだけど。あ、でかいサイズがあるのって感動してた。確かにメガで感動したことあるな。確かに謎だったな。ちょっとおもろ、不思議誰も正解が分かってないのおもろいな。福ちゃん滑ったのっていうか、滑ったかどうかも分かんない、聞いてないから。サイズね不思議なことが起きてるんですね。アリちゃんが困ってた。あー、ごめんね、アリちゃん。全体的に裏取りが薄かった慌てて取ったアンケートだったんだろうなココアいないと分かんない。ココア提供なのにそもそもココアがいなかったの？それやばいね、企画としてやばいね。それはちょっと改善の余地ありですな。うん、ちょっと聞いとくわ、何の話だったんだろう。それは不思議なことが起きましたね、初っ端の MC で。あのコーナーよく分かんなかった言っときます、すいません、分からんけど、そのコーナー私今日出てないわ、何にも。どんなやつだったんだろうか、ちょっと見てみよう。ニコ生見れるかな MC のネタはね、前日に来るんですよ。前日の夜とかに来るから、みんな多分ね慌ててるそう、だからちょっと今度から早く送ってもらわないとね「サングラスデイズ」かっこよかった。あ、本当？「サングラスデイズ」いい夏曲ですね。誰が MC 考えてるんだろうな。よく聞かれてみれば誰が考えてるのか知らないけど、誰が考えてるんだ。楽しかったな。え、てかユミリンの写真集めっちゃ嬉しいですね。ちょっと前から知ってはいましたが、やっぱりこうやって世に出るとさらにワクワクします。めちゃくちゃ嬉しい。本当になんか嬉しいことっていっぱいあるけど、なんか言うたら他人じゃないですか。他人のことでこんなに嬉しい
いいって思えるんだ私って思ったくらい初めて聞いた時は本当に嬉しくて、自分でもびっくりしてるんですけど、こんなに嬉しいことに本当に嬉しくて、めっちゃなんか本当に応援してる。めちゃくちゃ楽しみだし、もう私は全タイプ買う勢いでめちゃくちゃ嬉しい、満を持して。9月でしょ、すぐじゃん、ワクワク。福ちゃんも出してもらう。いや私はしゃ、私写真集は別にいいかな私はちょっとライブがいっぱいできればいいやわかんないけど猫と戯れる写真集出したいな。はい、なんかその水着とかは多分私需要ないからひたすら猫と戯れる、だから猫ファンの人が買ってくれるような猫と戯れる写真集出したいですうん、猫写真集、にゃんすけさんの写真集、はあ、それがいいわ。にゃんすけさん写真集バカ売れですね。100万部ヒッタイヒットにゃんすけさん、そうだね。いや本当ゆめりんおめでたい、早く見たいな。ゴロミちゃんは多分写真集出さない。ゴロミちゃんの肉体はニャンスケだけのものだから。そう、あんこが写真集載るらしいからね。あんこが写真集デビューですよ。やっぱあんこに先越されたなんちゃって、楽しみ。いや、いいツアーでしたね。いい発表がありましたから。福田あかりちゃんのよか、福田あかりちゃんのことも皆さんぜひつぶやいてください。私はそれを見て、ああみんなこんな風に思ってくれてんだなって、いろいろ生かすんで次に。つぶやいてください。でみんなの反応、なんか前みたいに握手会とかがさないからさ、全然みんなの反応がすぐ聞けないから、本当 SNS で拾うしかなくて、だからハッシュタグを一生更新してるんだけど、福メールも福田あかりもずっと更新してても全然更新されなくて、電波止まってんのかなと思ったけど全然電波入ってたりするから、ほんと頼むわ、ちょっと書いてや、気になる、みんなどんなとこを見てくれたのか噴水ポニー可愛かった、ありがとう。そう、でも次のツアー来月半ばだから結構開くんだよね、高松、楽しみ。それまでに僕声があるわ、頑張ろう。手紙書いてくれたりするんだからね。東京から応援してます、ありがとう。真夏のクリスマスローズ、山口のカレーパンめっちゃ美味しかった、写真載せよう。サングラスデイズ2回歌うのは意外だったな。でもさ、1回目のサングラスデイズはさほぼ歌ってないというか、なんか自己紹介代わりだから、あの名前とテロップを出してそう、最初のサングラスデイズは
踊ってないよね、ほぼ。ボールとか持ってるし、だからまあ 1.5 回分ぐらい実質 0.5 サングラスデイズ、しかもワンコーラスだしね。あれは自己紹介代わりかと思われます。ノイエ良かった本当。そう、あれはノイエのっぽい衣装を、衣装さんが本当いろんなカーディガンとかスカートとかを組み合わせて作ってくれて、ブルーローズもな、まあ、夏のクリスマスローズもなんですけど、めっちゃそれっぽいのを見作ってくれた衣装さんが。そう、でもみんな可愛かった。 STU って本当に可愛いってなった。なんかしかもなんか STU の曲以外の曲もやったけど、やっぱさ、でも軸は STU の曲をフルでフル尺でやったりとか、公演とかでフル尺あんま見れないじゃないですか。やったりとか、なんかそういう風になんかね、軸になる STU 曲がなんかたくさん増えた。STU 曲でユニットシャッフルとかもできたしさ、なんかそうやって STU の曲がいっぱい増えたのも嬉しいし、もう前は STU 曲を全部使った上で足りなかったけど、今はどの STU 曲を使おうかなって選ぶことができるぐらい STU 曲があるっていうのがすごい嬉しくて、なんかね、曲も増えたし、なんか幅が広がったなって思いました。そうだって最初は瀬戸内の声しかなかったからもう絶対最後は瀬戸内の声じゃん、それか最初はって分かってたけどね、思い出せる声よしおのとか無謀もだけど、なんか無謀ぐらいからファンの人の前で披露できてないじゃないですか。無謀とかほぼやってないよね、ファンの人の前で。でっかいコンサートぐらいしかやってないから、無謀とかおもこいとかもう結構レアだったんじゃないかな。思い出してよかったわね、昔よくやってたけど。ペダルのフルとかもめっちゃレアじゃないこんな踊りだったんだみたいな、 AKB 勝負りだなみたいな感じでしたけど、夢力もフルでやったのはもうゴーゴーリトルシーバーズ公演ぶりぐらいかな。たまにはね、毎回フルでやってたらみんなちょっと引き飽きちゃうかもしれないけど、たまにはね、いいですよね。底力出せた。本当にステージのセットが本当に素敵で、もう感謝。サーフボードはもういつかやりたいと思ってて、で正直そんなに有名な曲じゃないって分かってたし、メンバーだみんな知らないだろうからちょっとあれだったけど、サーフボードで STU っぽくて、なんだろうな、アゲアゲすぎない夏曲でも夏らしい爽やかな感じがある、しかもなーちゃんが入ってる曲っていうので STU にぴったりなんじゃないかなと思って、そういうチョイス。海の家が取り壊され始め、セットすごかった。セットの写真撮ればよかったな、セットの写真撮れてないんだよな。セットの写真全然撮れてないや。
と見てこれ、このチェックワンピの懐かしさよ。陸上公園ぶりに来た。これ私紫着たんだけど、マジボロボロすぎて、なんか最初はこれ本当はね全員16人曲でこの衣装を着る予定だったんだけど、あまりにもボロボロすぎて16枚も綺麗なやつがなくて、この好き慣れのになって、この衣装が好き慣れの分だけ綺麗にリボンとかやってもらって、なんかそれぐらいなら陸上公園でめっちゃ使い古してたんだなと思うとめっちゃエモかったです紫着てます。まひちゃんの服です。そうそう、まひちゃんの服借りた。エモってそう、なんかいいよね、ボロボロになるまで着られた衣装をさ、ちょっとリメイクして今回また着るみたいな。懐かしい、よくこんなヒールで STU 参上とかやってたよねみたいなそんな感じですけども、福ちゃんの服色、緑色はいつか見れるかもしれません。またなーちゃんはあれ黒なんですよ、黒チェック。もう一段落した、はあ、早くまた高松でもみんなに会いたいな。でもほんと結構大きい会場だったけど、緑のサイリウムとかめっちゃ見えたし、上の方とかちゃんとレスしたから、分かった、私がレスしたのちゃんとしたから、ニコ生でもレスしたからと一緒に過ごした日曜日でしたね、皆さん。緑やっぱ見つけやすいんだよねいい感じ、緑、とりあえず緑見つけて、緑黄色だと、あ、空かなみたいな、それ緑黄色と緑がちょっと分かりづらいから、そこだけ見極めるのは大変なんですけど、基本的にパッて見れるんで。福田の魅力の一つをユリイカした、ユリイカもめっちゃ苦労した、そう盲点だったあれは。なんかシングルだけど私もう本当に曲すら分かんなくて、まず歌が、なぜ恋人たちはここまで来るのだろう、愛をささやくには波音が必要っていうフレーズが難しすぎて、本当にえ、この曲めちゃくちゃ難しいじゃん、そっから入りました。まずめっちゃむずい買った、あれ盲点だった僕らの湯切りか愛をささやくには波音が必要、いやあれカラオケで歌ってみ、いけると思ったら意外といけんけん、あれむずいよ A メロ B メロ、めっちゃなんかどこで切れるみたいな、あれめちゃくちゃ難しかった、はあ、意
意外と耳でいけると思っても歌ってみると歌えないもんなんだよね。不思議だわ。またそういうね、そういう曲もあるんだなって今回知れたから。恋人とかも、恋人いない選手権って本当面白い曲なんだよね。なんか途中でソーラン節の踊り入ったりとか、なんか本当面白い曲だなって、なんかそういう曲もあるんだなっていろいろ知れるから面白いですよね、ツアーって。NMA さんの歌難しいよね。絶滅黒髪ショートのさ、やっと出会ったとかめちゃくちゃ難しくない？そこカラオケで歌ったことある？やっと出会っためっちゃ難しいよねそこそうなんですよ。ダナうどんしか、ありがとう。かんちゃんツアーお疲れ様でした。福ちゃん可愛いしセットも綺麗だし、高松で生で見るのが楽しみ。ほんと楽しみにしててください。黒城山口お疲れんこん。山口イベントの降りる前に出てきた時どこへ向かうのか心配になりました。さよならサーフボード良かったです。いやなんか山口弁をユミリンの教えてもらって頑張って使ってみたんですけど、ちょっと難しかった。ありがとうございます。近いしありがとう。ぶっちゃん配信ありがとう。ツアーお疲れんこん。高松では夏を感じたい。1ヶ月後だね、ワクワク。アールアップ明日よろしくね。13列33番、あ昨日のやつね、見つけましたよ。イラニータ福田あかりファースト写真集猫草待ってます。いや福田写真集はちょっときついですわしんどいしんどいどこ需要みんな買ってくれる？大丈夫？ハイパーありがとう。ナッカーありがとう。ヤンシゲキ、ニコ生でしか見れなかったけどやっぱりステージの福ちゃんはキラキラして最高でした。シュキヤシュキヤ。アオリオシーツアー STU 夏が来たぞ、超楽しかったありがとう。エイも可愛かったよ。ではエイの裏側、マイキーありがとう。近いしありがとう。七千石図ありがとう。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。鬼は外、福田は外内、サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。今日も一日ありがとうございました。お疲れ、おやすみ、水日です。めっちゃ足痛くてもう絶望的に爪が割れてるんですけど、あーえぐ、グロテスク。全部靴のサイズ上げてもらったけどやっぱ痛かったな。お風呂入ろう。やりきりました私。よし明日からも頑張ります。みんなありがとうね。みんなもゆっくり休んで明日からもお互い頑張りましょう。ちょんまげ頑張った、頑張った、ありがとう。お疲れんこん、おやすみ。楽しかった今日ライブ、ありがとうございました。ショールームもありがとう。またね、これからもよろしくお願いします。お疲れんこん、おやすみ。また明日、また明日、また明日、また明日。